お危ねえ普通に落ちよった。なにこの後ろの木かわいい。ちょっと人が歌ってんだからさ聞けよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、どうしよっかな。宝箱が見えとる方行こっかな。サジ&マジ&バーツ誰？あれなんか全部同じ顔じゃね。相手は通常必殺技をよく使う。ということで今回はなんか三つ子？三つ子かなんかなんかの全然違うかもしれんけどじゃあとりあえずプリン使っていこうかな。はい、通常攻撃をよく使うね。じゃこれでスピリッツはもう私はワイのお任せでいきます。ピンチ攻撃強化楽々回避リップステッキ持ち込み。リップステッキ持ち込みおすすめなのあれなんか徐々になんか体力奪っていくみたいなのをこの間聞いた。あーなんかこういうステージ私めっちゃ苦手や。絶対なんか途中でそこに落ちそうな気がする。お前ら鼻生えてる危ない危ない危ないちょ笑いよる場合じゃなかったねえちょっとあーちょプリンの頭にやめてよ斧とか。ほらお前にも花を咲かせてやろうか。あお前は蝋人形にしてやろうか的な感じの。あちょ、ま、あやばい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 今なんか攻撃を受けたことで復活できたような気が。ちょ君らでもなんか思ったよりも私パーセンテージ溜まってないよね。お花でやられる気分はどうですか。いかつい3人が解放サジマジバーツ絶対三つ子やんね。ファイヤーエンブレム出てくるんや。ほい、そしてぶつけて攻撃。コッコ使ってみたいなアイテムえ、あれアイテムとして出てくるってことよね。はい、そしてバルーンファイトの主人公。何この子には名前がないの。制限時間ありの乱闘、時間内に倒せ。相手は上必殺技をよく使う。相手のジャンプ力アップ、着地を狙え。ってことで、今回も、違う。スピリッツ。はい、お任せ。なるほど、ジャンプ強化。こっちもジャンプで対抗していくってこと？はい、村人軍団。4人出てくるのね。なんかあのゆるい感じの絵、いいね。さあ。いやなんかみんな漏れなく目が光ってんだけど超怖いです。へっ、眠らせひたすら眠らせて蹴散らしていくっていうこのプリンのね怖さよ。場外に出ていきちゃった。あー危ない、溺れるかどうか知らんけどはっって本人何なんか耳生えた。プリンに耳が。無理、耳元からあるけど。これ別に攻撃、あ、受けるんや。おぉなんかステージ上にふよふよ浮いてるもので死んだよ、あいつ。はい、解放バルーンファイトの主人公、ジャンプ強化、ジャンプ力アップ中。そして、金吉のレベルがどんどん上がっていく。いいね。よきよき。ルフレ、エルウィンの上必殺技。ルフレっていうキャラクターってことかな。これで、宝箱ー！中身は？スキルのかけら、スキルツリーで使うとアドベンチャースキルを覚えられる。次は、あ、こっちも戻ってきたんか。え、ってことは、え、どこだ？あ、こっち方向に進んでいけばいいってことかな。ヘラクロス！ステージに粘着床設置、乗ると動きが遅くなりジャンプ力もダウン。相手の投げがパワーアップ。捕まれないように注意。相手メインファイターのピンチ時、相手の攻撃力アップ、一撃に気をつけろ。あ、一撃とか絶対嫌なやつ。はい。しかし私には粘着というか無効があるから。あれやね、スピリッツすべて飛び盛り勢やった。さあ、色違いクッパー頑張っていきますか。来いよ。こっちや。ちょっと待って。あ、これ下水があるの。あ、そっか、粘着床やっけ。
もう粘着やかさ、無効にしたけん水とか言っちゃって、いいいいいい、やめて。その鳥がプリンに刺さったらどうしてくれるの。あっ、なんか埋まっていくかと思った一瞬。あっ、起きて起きて。なんか自分が寝た。今のは何、体力回復かなんかなの。あ、相手攻撃アップした。やめて。あっ、くっ、やめてよ。そしてやっと、くそ、くわー、これなんか結構埋まっていきよるよね、下に。ほらほらほら、なんかプリン半分、半分もはいってないか。半分はちょっと言い過ぎか。結構足元埋まっとった。はい、解放ヘラクロス。炎が苦手。苦手なんかい。それはどういう時に使うやつなの？ちょっとよくわからない。強化じゃないんやね。ペーパーマリオ、空ステージ。空ステージの巨大なクッパ？なんかいろいろ攻撃加えてきたりとかするんかな。なんか洞窟みたいなとこあるんやけど。あ、出たよ。お、次は？あ、まだ手前にあるんか。スーパープリンセスピーチ、カッサー、かわいい。相手の上必殺技がパワーアップ。技の隙を見極めろ。相手は上必殺技をよく使う。相手は落下がゆっくりになる。空中からの追撃を狙え。ってことで、目光ってても可愛いな、ピーチは。あ、ブーメランで遠くから狙えってことかな、これは。なるほど。頑張ります。ほら、なんかめっちゃ可愛いやん。しかもなんか、超金色なんやけど。めっちゃ高貴って感じ。私、ブーメランで攻撃しまくる。えい。あれ、ブーメランどこ行った？あ、帰ってきた。帰ってきた。その傘での攻撃はしてきた。起きて、プリン起きて。あ、やめてよ。はっ、全然違う方向向いて。あ、待って、私がそれ取るから。よし、いいぞ。ブーメランと盾で、イエーイ。攻撃も防御も完璧だぜ。あとは私がそれを使いこなせるかどうかね。えい、ほっ、いけいけっていうか私なんやけどね、するのは。ちょ、すぐ近くに来てくれないかしら。は、あー、危ない危ない。じゃ、歌ってるところにやって、あ、盾がなくなった。ほら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 、ちょ、この範囲を、くそ、あー、ダメだ、投げ捨ててしまった。せっかく持ち込んだブーメランを。はっ、おっと、あ、くそ、ブーメランで爆発させてしまった。何、キノピを出した。はっ、何やってんの、それ。キノピを出して何やってんの。な、謎なんだけど。はっ、いやー、ブーメランでびっくりした。やっつけれてないんかーい。え、それはもしかして、あれですか？キノピオを盾に。かわいそう。ほら、守ってくれよるキノピオが。あ、これ私、アイテム引き寄せついたのかな、もしかして。え、なに？キノピオ何か噴射したよ。眠らせてからの。超嫌なやつね。はい、そして、回復。来いよ、来いよ。はっ。はい、真上からの振り下ろし。真っ二つやね。カッサー、ふわりジャンプ。ジャンプした後、落ちる速さがゆっくりになる。なんか特に何も意識してなかったけど、ゆっくりやったんから、さっきの。わからねえ。呼び出すでの見えられるスピリットがある。逆び、読めねえ。はい、そしてこれは誰？ヨッシー。倒すとファイターが仲間になる。母体を支配から救い出します。救い出します。さーて、オート回復、なるほど。これでいきましょう。さあ来いよ、ヨッシー。私が解放してあげよう。これでヨッシーが仲間になる。もう勝つこと前提で話しよるけど。はっ、おっと、危ねえ。普通に落ちよった。何この後ろの木、かわいい。ちょっと人が歌ってんだからさ、聞けよ。あー、危ない。え、なに、なんか今、違う違う違う、ジャンプしたかったの、今。なんやろ今の。あ、寝てる。よし。え、なんかめっちゃ、あ、カレーか。
から、ちょ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 、ほらこっちへ。急になんかプリン炎技使えるようになったんかと思った。ほわあわ声が。はい、そして雨。まあ、私一応今パーセンテージゼロなんだけど、相手に取られないようにね。お、ビクトリー。結構あっさりやった。ヨッシー参戦。よきよき。次は誰が解放されるかなー、かなー。ディディーコング。そっか、ディディーもおるんやったっけ、あの、ファイターとして。お。なになになに、何、何かしら力がよ、あ、違うね。力を分散させたわけだね。たぶん。何か発生したよ、ここに。え、怖い。悪の力が渦巻いている。さ、こっち側は？じゃ移動させて。エリーヌと、こっちは？キテルグマ。なんかよくわからんけど、とりあえずキテルグマ行こうかな。はい。相手がスーパーアーマー。ただし遅いので距離を取って戦え。相手が特定のポケモンを呼び出す。お、ポケモン出してくる感じですか。自分もポケモンなのに。投げ強化、レーガン持ち込み、足攻撃強化。まあ、とりあえず飛び道具を使っていけということだね。レーガン持ち込んでるし。離れて、距離を取って戦え。行きます。ドンキーコング。ドンキーコングさ、なんか普通の茶色いのよりさ、こっちの方がかっこよくない？びっくりしたー。キテルグマ自身も出てくるの。そういうこと。ちょっとやめて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 。めっちゃやん。めっちゃ攻撃してくるやん。ちょ、待ってって。ディ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 。なんかね、あの、ドンキーよりもキテルグマが怖いんだけど。なんかちょっと、あ、サポ、向こうのサポートキャラのさ、方が怖いんだけど、メインよりも。あれ、キテルグマ消えた？危ねえ！やめてよ。あ、あれはなんかあれなの。その定期的に出してくるポケモンのうちの一匹がたまたまキテルグマってこと？はい、解放キテルグマ。結構、今、数値高かったね。1600回取った。ピーチ城、スイッチ。赤、青、緑のスイッチがランダムで出現。なんかいろいろそのステージでも、ギミックがいろいろとあるんよね。なんか、矢印こっち向いとったけど大丈夫かな。あ、何かあそこにある。何あれ。多分こっちへ行けって矢印な気がするけど逆走していく。ダイブマン、ロックマン出てくるやつかな。いやね。体力性の乱闘、相手の HP ゼロできつい。相手がスティールダイバーおじさん、弾が見えにくい。それはやめてよ。暗殺者とかが使うやつ。はい、オート回復いきます。セレビー、あ、来いよ来いよ。あ、てかあれだ、この次、あの、解放してヨッシー使っていこう。いつもね、プリン使ってんだよ。寝てる、寝てる、寝てる。これ寝てるのはやっぱり回復ってことなんかな。え、なにこれ、最初からなんかダメージ高くない？近寄ってこいや。近寄ってこいや、お前ら。てい。は、あ、このなんか定期的に、なに持ったね、今。私を持ったね。定期的になんかトゥルンみたいなになりよるのが回復しよるってことかな。ぽいよね。よし。眠らせてそっか。あ、なんか顔が。あれ、もうなんか今切り札弾取ったんじゃない？はい、ダイブマン、スティールダイバー持ち込み、弾が見えにくい。弾撃ちよった、相手。全然わからんかったけど。まあ見えにくいやけんしょうがないんか。そういうものなのか。マップで動かすファイターを変えたいときはメニューから。じゃあ今使えるキャラクター以外のにも切り替えれるってこと？あ、違う違う。そして宝箱。さあ、中身はスキルのかけら。スキルツリーで使うとアドベンチャースキルを覚えられる。さっきなんかさ、マークがついとったのどこやったやん。こっち側？キュピット。ピット軍団、4人出てくる。相手は通常必殺技をよく使う。ここで私はちょっと、はい、ヨッシー使っていきます。ほい。よし、来い。はい、よし。間違えた。いきます。ピット軍団やって。ふわ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 飛びそうやな。はい、それでスピリッツは、
なるほど。とりあえず防御とスピードアップすげえやったね。全体的に通常必殺技。キュピッドかわいい。何に出てくるキャラクターこれ。えいこい。よし。このヨッシーがさ光ってるのが何、なんかすげえ遊んでる感やばくないこれ。やばくない。めっちゃヨッシーに遊ばれとる感半端なかったよ今君ら。ヘイ。床越しに攻撃。え、崩れた。何こう雲だけになったよ。やば。あ、これ雲の上にあるステージなの。待って、その盾私の。あ、やばいよ。ガードしつつ、おぉ、びっくりした。ビビるー。危ない。まだちょっと、どう復帰すればいいのかもよく分かっていないから、怖いぞ。来いよ。お、なんか剣持ってる私。いつの間に。そしてステージを破壊していく。しゃ。ほら、剣と盾。かっこよくない？勇者や勇者。来いよ、来いよ。ちょっとそこに捕まって戻ってきます。なんか、私、スピードアップがなんかついてる。もしかしておすすめで。やめてよ。スピードアップ、私にはちょっと命取りの気がするんだけど。あー、ちょっと待って。怖い。めっちゃ怖かった。ずっと捕まってたら、ここはダメなのね。なるほど。お、君落ちろや。落ちろや。来い。危ない。あ、復活した。あ、マジでそういう感じ。復活もするんすか。あ、ほんと上も復活しとるやん。なんかいろいろとアイテムをまとっているけれど、キュピッド、ソズエ、ソジョ、持ち込み、なんか読み方がわからん。まあ、それをなんか持参でバトル。遠くまで一瞬で弾が届く。あ、なんか撃つやつなんや。杖じゃないの。杖ではないんすね。なるほど。原作では正義感が強く真面目で仲間思いに雇われ遊撃隊。よし。この先、あ、なんか、いろいろと囲まれとる。マリック。相手の魔法がパワーアップ。魔法対策で挑め。相手は必殺技をよく使う。ふんふんふん。ということで、魔法耐性強化、高速切り札チャージ。お、高速切り札チャージよくない？いきます。そういうのもあるのね。ルフレ。ルフレが戦う方よね。マリクがゲットする方。これ多分、ファイアーエンブレムのやつでしょうね。きっと。落ちないステージがいいなぁ。あー、ちょっと待って。何やってくれてんのよ。こ、ケロン。何なんかあれよね。めっちゃ、あー危ない。中二病っぽい感じの、うわっ。そんな狭いところで卵になったら危ない。あー、やめてよ、燃やさないで。やばい、めっちゃ魔法使ってくるやん。でも魔法耐性ついてるよね、私。え、ついてますよね。つけたはずですよね。ペロン、これで食べれる？違う、これ卵やん。あっと、危ない。なにどこ行くの。怖いよ。これなんかさ、下に寄ったら、そのうち、なんかステージが動いて、ダメになりそう。今のはどのボタンだ？あ、屈辱でしょう。あ、崩れた。お、これか。お、どれや、これか。違う、こっち。く、わからねえ。お、今の良かったぞ、今。逆に上に置ったら崩れるんかな、どうなんやろ。と言いつつ勝利。言いつつ勝利。波動攻撃強化。ルカリオが使う波動属性の攻撃力アップしよう。おー、なるほど。レベルアップで、次誰かゲットやったね。ゲットってか解放やったね。よし、解放していこうじゃないの。誰これ。ルカリオ。あ、ちょうど今、ルカリオの波動攻撃アップみたいなのあったよね。じゃあどうしよっかな。私、まだね、このファイターさ、前回解放したやつで使ってるのにシーク使ってないよね。で、シーク使っていく、ま、いきます。ごますやって。で、シーク使って、ルカリオ解放していこう。かっこいいもの同士ね。スピリッツ的には、オート回復か。
これでルカリを解放。倒すとファイターが仲間になるボタンを支配から救い出せ。救い出しましょう。かっこいいや。え、これなんかさ、後ろにポケモンがおったとこじゃなかったっけ？常におるわけではないってこと。今のが波動攻撃ですか？どっちの攻撃？私の攻撃もしかして違う？全くわからねえ。私の攻撃かな。あ、なんかいいね。なんなんやろ、あれ爆弾？待って、はい、アイテム爆弾、はい。ペチ。ちょ、あれ、あれ踏んで、あれ踏んでよ。へい。危ない、自分が踏みそう。危ない。なんかシーク動き早いな。へい。私が何かつけとるのか？違うよね。ああ。そして自分が食らっていく。あ、でもなんか今回私全然ダメージそんな食らってないぞ。何それ何それ、ちょっと小さいおじさん投げてこないで。小さいおじさんがなんか二人の間で。へい。これは何なの？投げつけて戦うやつなの？落ちてったよ、落ちてったよ。おじさん落ちてったよ。かっこいい。へい。お、私ゼロパーやん。なんかめっちゃ引き寄せられよらん？私、オート回復だけやったよね、ついたの。いけ。でででで。はやめてよ。急激に、ポワッと。まだ切れ札保ってないんよね。いけ。よっしゃー。なんかね、せっかくなら切れ札で決めたいんやけど、なんか光おらんかった、今、左上。はい、ルカリオ参戦。かっこいい。ポーズもかっこいい。いいね。よきよき。たぬきちも順調に上がっていくし。手に入れればスピリッツメーカーで原作での姿とスマブラでの姿両方見れる。どういうことだ？はい、ということで、じゃあ次上に進んでいこうかな、ハニワくんや。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、着々とファイターが集まっていけるけど、でも全部で70とかあるよね。やばいね。まだまだやね。半端ないわ。道のり長い。